代表的な懸垂加工機、A と関懸水加工機は懸垂加工、クライミングで使われる用具の一つ。ドイツのドルトムント出身で、第一次世界大戦では各して戦死したハンス・デュルファーが発明した方式で、体にロープを巻きつけその摩擦を正動に利用する。ロープを肩に回す、肩絡み、腕に回す、腕絡みなどがある。懸垂加工機が発明される普及するつい最近まで。 懸水加工といえばこの方式をとっていた。今では懸水加工機に頼るのが普通だが、ロープさえあれば誰にでもでき、沢登りや重曹などでも緊急時に使える。しかし空間にぶら下がる空中懸水や重い荷物を背負っての懸水には体への苦痛や衣服の損傷は免れず、その問題点を解消させようと懸水加工機が考案された。懸水加工機は 針状の峰の多い西部アルプスで誕生した。最初に製品として広く紹介されたのは、ピーアランにより発明されたデサンドールアランである。また G ・マニョーヌの公案による2個のカラビナと共に使い、非常に軽量であったデサンドールマニョーヌ、同じくカラビナと共に使う単純な製品、デサンドールシャルレがある。これらはいずれも1955年頃に日本にも紹介されたが、 しかし、日本では未だに、デュルファー式が主流で、あまり使われなかった。ついで、アメリカ合衆国の CMI、SMC が、カラビラの付属品のようなブレーキバーという加工機を作り、当販用のハーネスが出回り始めたこともあり、日本でも広まり始めた。1970年代後半に入ってからだと思われるが、日本に文字通り、 アラビア数字の8の字型をしたエイトカンが紹介され、1990年、現在扱いやすさと確実さで他の加工機を完全に駆逐、懸垂加工だけでなくパートナーの確保にも使われるようになった。素材はジュラルミンなど軽合金。大型の製品はレスキューや高所作業用、小型の製品はクライミング用である。確保機としても使用できるが、制動力は弱めである。 実は、鉄の丸棒を曲げて溶接したいかにも初期製品ではあったが、エトカンは1967年に東京トップで製造を発売されており、性能面で落ちるとはいえ、日本製品が最初の可能性がある。1992年、ブラックダイヤモンド社がチューブ型のビレー、加工兼用の ATG を発表し、エトカンに代わって、クライマーたちの間で人気を得るようになった。 ありがとうございます。